平沼学園1年生春菜です。春菜制服似合ってる。なんか恥ずかしいからあんまり見ないで。春菜の最近のマイブームは血液型の話です。ちなみに春菜は O 型です。自分的にはこのリボンとブレザーが気に入ってて、可愛くないですか？あとスカートもすっごいお気に入りです。チェックが。おかわいいの。ちょっと人んちに勝手に上がり込んで何やってるんですか？人んちって誰？君。私は。ん？おー。私はただの通りすがりの女子高生なので。これは清廉女子校。ほー。足の速いカブトムシみたいのがいっぱいいて、我が物顔で住んでるし。それはゴキブリ。それに黒くて尻尾の長いハムスターみたいのが野菜かじっちゃうし。それはドブネズミ。ドブネズミ。ごたごた言わん。勉強したんですか？水中微生物についてです。水中微生物。ゾウリムシってすごいんですよ。体長 0.2 ミリしかないのにご飯食べてうんちしちゃうし、あとスピードだってさーってすっごい速いんです。あ、でもアメーバに食べられちゃってちょっとかわいそうなんですけどね。はい、そうですね、かわいそうですね。そうなんです。では歌っていただきましょう。曲名は大都会です。7.5センチ。ブラウスは第一ボタンを外し、リボンは鎖骨の下まで下げる。7.5センチってこんなに短かったらスースーしてお腹壊しちゃいます。あ、そう、出口はそこだよ。わかりました、頑張ります。今の君の価値は現役女子高生であるということだけだ。制服を着てこの事務所に花を添えていてくれればいい。変な正義感に目覚めないでほしいね。ああ、そうですか、わかりました。ふん。じゃあこれならどうですか？おお、セレンジャス高校。え、どういうこと？私のナイスバディよりも女子校の制服の方がいいってわけ？あ、それはまあ。どうしてよ。あ、そこやめて、そこやめて。弁護資料足りなかったら。じゃん、夏服もセットでつけようと思うんですけど。セットではなかなか手に入らないんだ。玉川さんを助けてくれますよね？何を言ってるんだ。日本の食文化を守るのも僕ら弁護士の大切な仕事だろ。